ビューティークラスアットニコルームということで、今回はすごい企画です。ニコルンが変身させちゃうシンデレラガール。なんかビューティークラスのツイッターからニコルンに変身させてもいいよっていう人募集したら、たくさんの応募があって、その中から私本当にそのどういう基準で選べばいいのか本当に分からなくて悩み悩んで、でも選びました。1名選んで、今日はもうとことん変身させたいと思います。本当は私がメイクしますし、私が行ってる美容室にも行きますし、本当に私が服も選びますってことで、まあ、どう変わるかはちょっとまだ分かんないですけど、やっていきます。こんにちは。こんにちは。ポールさん。はい。よろしくお願いします。お願いします。どうですか今日は。めっちゃ緊張してます。緊張します。まだニコルさん入ってないんで、先にあの部屋で待ちますか。あ、知らないのか。こんにちはって。こんにちは。こんにちは。ありがとう。急に。どうぞ。怖い、うん、なんて言わされて上がってきた？なんかまだまだセットするんでって。めちゃくちゃ嘘つきじゃん。はい、どうぞ。こんにちは。こんにちは。いつぶりだ？あ、でもこの前のあのファンクラブ、ファンクラブの時か、イベントの時行ってました。はい。これ普通に喋ってるけど、もう何回も結構会ったことあるからさ、多分私のファンの子会いすぎて普通にこういう感じのこういう感じがね、割とみんな普通だよね。選ばれました。なんかね、一番垢抜けやすそうだなって思った。なんかいろいろやってみたら。でも一番決め手はツイッター飛んでみたらさ、その一緒に撮った写真トップガンにしてるじゃん、はい、それにさ普通のピンつけてるじゃん。なんかそれがいいなって思って、普通のピンつけちゃうくらいの感覚がなんか私からしたらなんかやりやすいなって思ってから選びました。じゃあちょっと改めて応募の理由は何でしたか？でも3年半ぐらい付き合ってる彼氏がいるんですけど、うん、前より、うん、可愛いとか言われなくて。ああ、なるほど。ですとかばっかで。え、そんなこと言うの？それは違うな。うん、だから可愛いって言わせたみたいな。いや、絶対言わせられる自信ある。いや、今日美容院も行くんだよ。はい。ポーチ持ってきてるの？あ、持ってきました。あ、見して見して見して、ね、人の見るの面白いな。あ、いいね、いい、同じの持ってるよ。いいよね、落ちないしね。いい、そうです。あ、いいね、キャンメイクとかが多いのか。めちゃくちゃ使ってる。すごい、そこ見え。めっちゃ使ってる。あ、いいね、ちょっとベージュっぽい感じかな、ちょっとピンク寄りの。ありがとうございます。何色のやつ？ベージュです。ベージュか、確かに。なんかいつも赤ばっかだから、うん、ベージュ使ってみたい、うん、似合いそう、大人っぽい感じ。もうこの中にあるのも使えるものは使っていきますか。一応ここに置いて、じゃあやっていきます。できるかな、ちょっと緊張する。あんま人にさ、メイクさ、直接することさ、お家でしかさ、友達とやり合わないからさ。ではやりますね。じゃあまずちょっとね、赤みの部分を消したいので、グリーン系の下地を使います。緊張。メイクしてもらったりする？しないです。しないよね。そうだよね。じゃあ塗ります。痛かったら言ってね。はい。もうすっぴんが公開されてるんですね。でもうちもすっぴん公開してるよ、だっていつも。だって可愛いからいいじゃん。いや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 。で、次ファンデーション。これさっきも北斗晶さんがプロデュースしてる。でファンデーションなんだけど、多分肌ファンデーション悩むって言ってたけど、はい、これその白色で出るんだけど、その自分の肌色になるのね。後からその自分の肌に合った色になるから、これいいと思うよ、うん、ちょっと手でやっていい？うん、大丈夫。ごめんね。
手臭かったら言ってね。そうじゃない、いや、わかんないから、おにぎり食べたのがなんか残ってたりするかもしんない。たぶんさ、さっきから全然ニコルさんの目を緊張します。緊張する。あとは、じゃあアイシャドウいっちゃおうかな。新しいやつですか？どれ？あ、これそうだよ。ファンの子だ、初めて見た。見ちゃった。そうまつげ綺麗。これは地まつ？ちょっとまつげくついてる。まつげついてるんだ。垂れかけてます、うん、ね。うちもまつぱしてるけど、なんかあっちこっち行ってる。でも最初まつぱしました。したレンがやってた。あ、やってたから嬉しい。結構顔立ちがはっきりしてるから、なんかちょっと囲み目っぽいのも似合いそう。で、この締め色でちょっとアイラインっぽく上を描いていきます。おお、かわいい。何塗る？ラメとか塗っちゃう？ラメとか塗っちゃう？これ最近好きなんだよね。これメグベイビーさんが作ってるやつかな。なんか新しいやつ。アイライン難しいって言ってたじゃん、はい、ペンシルとかの方が簡単だと思うよ多分。思いっきり黒のラインとか引くと結構失敗しがちだけど、ペンシルの方が結構塗りやすいし安定感あるから描きやすいと思う。で、上向いて、あ、嘘嘘って意味わかんない。目つぶってもらって、しかもね、そんな引かなくていいと思う。目の流れに沿ってちょっとなんとなくあるくらいでね、いいと思う。元から目大きいし。眉毛できるかな。うち眉毛苦手なんだよねやってもらってもいい？眉毛だけ一回魔法かかりますそれはもう眉毛ってどうすればいいか分かんないですよね。眉毛分かる。うちは前髪あるからさ、なんとなく隠せるけどさ、そうだよね。もう眉毛細いとちょっときつく見えちゃうから、もうちょい太くてもいい。早そう。早そう。少し早します。うん、どう今のところ？いい感じです。普段いつもと違う感じします。大人っぽいです。大人っぽいねマスカラ自分で塗るか。自分で塗った方が多分ね、怖くないから。あ、そのしたらこのブラウン、ブラックだっけ、なんだっけ、ブラウン、ブラウンブラック、ブラウンブラックを塗ってもらいます。結構ナチュラルに目元仕上げてるから、結構しっかりまつげ塗っちゃって大丈夫。このマスカラはラブライナーのマスカラです。見して。うん、そういつもゴリゴリのメイベリン塗ってるから、ね、うん、足りねえ足りねえってなってるギャル好きならそうだね。でもそうだよ、彼氏に可愛いって言ってもらいたいんだったら、ちょっと繊細なさ、なんかメイクしてたら綺麗だなって思うのかもしれない、もしかしたら。目尻、なんか目尻を垂らすようにさ、こうやってなんかマスカラしててほしい。え、まつげない。なかったら大丈夫。ある、あるとこまででいいよ。いい、かわいい。絶対かわいくない。絶対髪の毛もやって、絶対かわいくなるよ。これいいね。あとでもらおう、これ。じゃあ、ちょっとこれ使います。はい。全体的にオレンジのトーンで仕上げてるから合うと思う。で、これさ、ベタ塗りするとさ、ベタってなるじゃ ん。これをちょっとふわっていう感じにちょっとリップ塗りたいと思います。こうやってポン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 って塗っといて、したらほっせー、綿棒いけるかな。したら、うん、カラコンとか持ってきてんの？あ、持ってきました。どんなやつ？見して。ワンデーです、うん、絶対派手だよね絶対だねえ、これ、え、どわり？グレー系のバッカ使ってました、なので。じゃあ変えていいんですね。どうぞ。いいんだよね。どうしよっかな。うちも何つけて、つけて。どっちにしようか。ファッショニスタ。これ裏表をね。急に知らない人のカラコン。
よ、いいよ、うん、多分ね、まばたきしたらいけると思う、普通に合わせてくれるから。痛い？うん、痛くない。ついてる。いい、かわいい。見して。お、いいよ、うん、変わった。いいよ、うん。ってことで、じゃあ完成です。はい、今回のメイクテーマは、でもちょっとギャルが好きって言ってたし、その持ってるカラカも結構縁ありだったりとかオレンジ系の色味が多分すごい似合うのかなと思ったんで、全体的にオレンジ系でまとめました。なんか超塗るとかじゃなくて、結構彼氏に可愛く見られたいって言ったから、その繊細めにこだわりました。その近くで見てもメイク綺麗じゃんっていう方のジャンルにしました。いい感じになりました。でもお姉さんになって、お姉さんっぽいになった感じ、うん、可愛いました。いい感じ。じゃあこれでちょっと美容室に連れて行きます。原宿いつぶり？この前の、この前の、あ、イベントぶりか。そっか、すごい。ファンクライブイベントってどういうことするんですか？ちょっと、まあ、ちょっとお話しして、いつも写真撮って終わりです。いいですね。でもツーショット撮れるの、定期的になんかやりたいなって思ってるので、いつもやってます。絶対嬉しいですよね緊張する、緊張する。みんななんかツイッターとかでは結構自信満々に、何話すか決めてるからねって言ってあの隣座ったら忘れちゃったいや、そりゃそうですよね、うん、初めてそういうイベント行ったのはいつなんですか？いつ？あ、あのチェキ会です。チェキ会なんの？え、なんでか、それか、あ、トレーディングカードをね、昔出したことあるんだけど。ニコルさんなんですけど。そう、楽しそう。それのイベントだね。友達がサプライズでチケット取ってくれて、うん、めっちゃ嬉しいですね、それ。だってその時うち何歳でも10、でも意外に18とか19とか18歳くらいかな。多分髪の毛ピンクの時だよね。そのくらいだったと思う。あ、そうですね。はい、着きました。私が2日前にも行きました。ファンの子と、ファンの子2人いたからいつも担当してもらってる方だった。カナさんです。カナですね。カナですね。すごいですね、ニコルさんの美容師さんにやってもらって。でファンの子いっぱい来ますよね。来ます。この間もね、この間ね。そうそうそう。じゃあ何がいいかな。でもこんな感じでちょっと色々系のベージュか。でもなんかあのグリーン系なんだっけあれ。オリーブ？オリーブ系も気になってる。どっちが似合うかな。お洋服はね、今からね、私が選びに行きます。自分的にはショートにしたいな。え、嘘で、自分で言われてない。でも、それは今度ですよ。そう、それは今度ですよ。もったいないもん。私は長い方で行くから、したらその間取ってさ、なんかちょっと切る、なんかロビンくらいじゃなくて、で、かわいい。それくらいで、まあ、手先だけでもいいけど。それが、ニコルさんが最近の仕事のことを見てきてるので。そうそう、あ、それやった方がいいよ。なんかこの辺、どうせショートにするんだもん。この辺なんかこうやって短くして、なんていうんだろうな、なんか、こういうやつ作ると、なんかこうやってできるとか、そうすると顔小さく見えるから、色気ある感じですね。どうしましょうか。それやっていく。何で、色はちっちゃくなって、まあ、オリーブのミルクティーを移して、ちょっとこのハイライトを生かしつつ、柔らかい感じ、そうしましょうか。はい、そのパッとやってほしい。やろう、絶対似合う。同じ長さに、同じ長さにします。じゃあ、お願いします。お願いします。いや、絶対可愛くなるよ、楽しみ。いや、私ね、服やっぱり似合いだ。じゃあ、任せてください。ニコルちゃん風のカラーにできます。
ということで、次はお洋服を決めるためにこちら H&M のショールームにやってきました。イエイ。ということで、私も何回か遊びに来ているんですけど、行きます。ここにお洋服がたくさんあるので、はいはいはい、すごいよね。あんま多分見たことないんじゃないかな。もうなんとなくちょっと選んではあるんですけど、普通にね、私が欲しいっていうパイル地のかわいいパジャマでもいけるし、普通になんかプールでこのままこれ着たいな。絶対すぐ乾きそう。かわいいよね、こういうのも。かわいい、私も着替えたくなっちゃうの。でも可愛いって言われたいって言ってたから、ちょっと大人っぽい、なんか幼さとかじゃなくて、もう21だから大人っぽい感じにしたいなって思うので、だからもうなんとなく決めたんですけど、すごい楽しかった。楽しかったです。すごいいいなんかね、変わりました。もう何もやんなくていいんじゃないかってすごい髪の毛いいじゃん。ニコレと一緒やないですか。ね、いいだってじゃあ今日選んだお洋服はですね、こちらになります。あ、すごいモノトーンな感じで、いい感じ。ちょっと丈長いのか、OK できた。はい、じゃあ、え、ちょっと待って、うちここで写真撮り、ここで写真撮らせて、撮らせてとか。いや、いいよ。ということで全部完成しましたけど、どうですか？髪の毛も変わって、ちょっとニコルになれたか。うん、すごい。もうね、私がその髪の色真似したよ。服装もいい感じだよね。こっち系の系統すごい似合ってる、はい、初めてこういう系着ましたね。シンプルなモノトーンな感じで、でもアクセサリーちゃんとつけてあげたら、そう、自分が着てやるぜみたいな感じになってるから、すごい似合ってます。多分こうした方が多分足、そう、ちょっと顎引いてちょっと電話してみようよ彼氏に。出てくれるか分かんないけどさ、出てくれなかったらうちがさっき撮った写真送ろう。出なそう。出て。こんなね、可愛い姿、このよれる前に、よれる前に。なんて送ればいいかな。どう？イメチェンしてきたって。どうでしょうかでいいか。どうでしょうか。そういうの送る普段？髪の毛とか染めた？いや、何も言わない。あ、じゃあ超びっくりするんじゃない多分きっと。じゃあ返信来たらちょっと教えてあげて。写真撮る？お願いします。お願いします。はい、いいんじゃない。ありがとうございます。これも送るね。ということで、変わりたい方を募集します。詳しくは概要欄に書いてあります。変わります変わります変わります